ノーマルでもそのままでもかっこいいですねちょっと楽しみです。他の BM の現行モデルにと比べるとだいぶ触りやすいですけど、普通のバイクと比べるとやっぱ触りづらいですよね。例えばメーターはちょっと変えるのが難しいとか、タンク変えるのもかなりちょっとハードルは高いっていうのはありますね、はい、相当走りそうな感じはするので、ちょっとある程度の距離を乗ってみて、まあ、あとは例えばサーキット走ったりとか峠行ったりとか、まあ、ちょっといろいろ走ってみて、まあ多分そうそう見えてくるものがあると思うので、だから、まあ、去年に改善する方向というか、より楽しく走れるような方向でちょっとやってみたいなと思います。だからそのデザインして、こういうバイクをデザインして作ろうっていうよりは、やっぱり乗り込んでより楽しく楽しかったり、こう乗りやすかったり速かったりとか、まあ、そういう感じでやっぱりバイクを作っていってるの で最終的にそのパッケージとしてのデザインは最後に考えるというスタイルで僕はバイクを作ってるので、これに関してもやっぱ同じような形で作っていこうと思ってます。そうですね、スタイル優先で多少その乗り手が我慢しなきゃいけないっていう部分はできるだけないような作り方をいつも知ってるつもりですね、はい、多分その例えば乗りやすさとか使い勝手っていう意味ではノーマルが一番いいと思うんですよ。だからあれになんか加えるとしたらやっぱ楽しさだと思うんですよね。だからよりその、まあ、楽しかったりとか速かったりっていう部分をまあこうそういう風に作っていければいいなと思いますけど、どうなるかちょっとやってみてですよね。でも面白そうですよね、うん、で同じバイクを例えばいろんなビルダーさんが同じ時期にこう酔いどんで作るっていうのは今僕は経験がないので、まあちょっと楽しみだし、まああれですよね、プレッシャーね、まあ、プレッシャーはそんなない、まあ、結局自分ができることしかできないのでプレッシャーはそんなないですけど、まあちょっと周りのみんながどういうのを作るのかすごい気にはなりますよね。いや例えばさっきバイクをちょっとバラしながらみんなで質問してましたけど、まあみんなその気になるところはみんなやっぱり一緒、作る場合が違うけども気になるところはみんな一緒で、まあ楽しいですよね、みんなで喋ってると。そうですね、まあどっちにしろ僕、まあ、さっきも言いましたけど、その乗って楽しいものを作ろうと思いますんで、まあ形とかスタイリングに関してはまだいろいろ考えるところはありますけど、基本的には、まあ、楽しいバイクを作ろうと思います。カスタムのためのカスタムというか、というよりは必然がある裏付けのあるカスタムを、作れればいいなと思います。